お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会。今夜も佐渡島からお送りします。寒い日、あったけえ日、なんかもう、一日ごとに寒なったり、あったこなったりと、非常に体調管理の難しい日が続いておりましたが、続いておりますが、はい。夜は、あったけえ酒を飲んで、さっさと寝るようにしましょう。そして、風邪でもひかんように、春まで、なんとか乗り切って生きていくことです。今日はまた4日前に開けたこの酒を飲もうと思ったんですが、ちょっと飲み損ねて寝てしまいました。早う寝て早う起きるのもたまにはいいでしょう。でちょっと蓋だけ開けてみようかと思っております。マノズルの超辛口純米原酒室賀生、開けます。かすかにプシュッとして音がしたかと思ったんですが、下には何やら少しばっかり何やら溜まっとるような感じですし、まあ室賀だけあって、で開けると今プシュッとかすかに音がしたかと思うんですが、まだ飲んどるうちは炭酸が少しばっかり効いとるようなそんな酒です。で日本酒度がプラス21ということで、なんつんだろう、まあ辛いというより非常にあっさりとした酒、こういうあっさりとした酒がまあ生でずっと置いとくとどうなるかっていうのが楽しみなわけなんです。実際、開けて、入荷して開けてすぐ飲んだ時と今とはもう全然味が、全然でもねえか、少し味が変わってきております。やっぱり時間が経つとだんだんまろやかさが増してくる、そんな感じを、その味の変化を楽しんでもらいたいもんです。皆さんには、生酒であってもちょっと時間を置くのはいいんじゃないでしょうか。まあ傷むとか、そうなんかへこたれるようなそういう酒では困りますけども、特に今の時期だったら全然外に置いといても何ともありませんから、ぜひ、できたばっかりが全て 100% いいというわけでもねえんじゃねえかと思います。時間をかけて一本を飲んでみてください。生酒であってもそんな感じでやってみましょう。関しても OK ですという話でした。今日は、早寝て早起きてしまいましたが、2月の17日が明けて18日になりました。私も一つ年を取ったわけですが、まあそんな話はどっちでもいいんですけど、まあ時間かけて酒を飲んでみてください。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。